どうも、くまです。今回も専用べきプラさんができたので、紹介したいと思います。できた武器はローラブランチプラ3ですね。プルルアという、前回のねイベントで手に入ったキャラの、専用武器となっております。やっぱね、1日1回は専用武器プラさんができますね。これそれぐらい今回の EP1 ハンマーは性能がいい。じゃあこのロールブランチ装備してみましょうか。はい、ちょっとまだ余ってるな資材。もう一回叩こうか。そうだな、じゃあここ叩こうか。魔紋武器、ほんとね、おすすめだわ、この EP1 ハンマー。マジでポコポコできる。じゃあちょっと音量を出して、編成しましょう。で、連れていくのは、そうだな。やっぱサイミ先生一人っていうのが、一番いいかな。サイミ先生に、プルルアを添えてと。プルルアはどこにおる？ああ、ちょっと重いね。あ、いた。サイミ先生に、プルルアを添えてと。見た目いいですよね、プルルア。あのキャラ絵も可愛いし、この 2D になった時も可愛い。そして専用武器も、かなりおしゃれなデザインなんで結構楽しみだな。しかも星4っていうね。キャラクターストーリー行きたいな。行きたいよね。じゃあクレリックのキャラクターストーリー行こうかな。ノアのクリス、あのキャラストーリー行きましょう。さーて、今日も世界を平和にするよ。さあ、どんな感じの威力でしょうか。全然ちょっとまだ情報を調べてないんで。あ、怖っ。白銀の精霊よ。あ、ちょっとなんか見切れてるな。ちょっと見切れてる。アクションが見切れてる。でもなんかアクションがあるの面白いね。後ろに下がったね。あー、 2×2 か。 2×2 の ×2 って感じか。なるほど。威力も低レベルの割にはそこそこ出てますね。200台 ×2 なんで、400ぐらい出てるって感じか。あ、 2×2 じゃないな。タゲさんだな。タゲさんランダムに対してって感じか。あー、面白いですね。珍しいタイプですね。タゲ3体に対して 2×2 のダメージ、あ、違う違う、 ×2 のダメージっぽいね。しかも威力もそこそこ高い。白銀の精霊よ。あ、死んじゃうかな。あ、高い高い威力。400どころじゃないわ、かなり出てる。歩むべき道、いいじゃん。いいけどちょっとアクションが見切れちゃいますね、ここにいると。あぶねー、あぶねー。あ、悪くない悪くない、むしろ強い方だ。あ、これは汎用性高くていいですね、ランダムタゲさんっていうのが。なんか無料で配られた割にはかなり強いキャラ武器性能なんじゃないでしょうか。そうですよね、52でこの強さだから。おかえりなさい社長。いや、かなりいいね。あ、プルルはいいね。結構気に入ったな。もともとね、このキャラ絵が好きだったんで。はあ、これはあれですね、前回のイベント参加していた初心者の方とかはもうこれおすすめですね。かなり強い。無駄あり距離、無駄ありとどっちが強いかと言われると微妙っちゃ微妙か。無駄ありだと全体だね。ただダメは全然こっちの方が高いので、もしかすると無駄ありよりいい武器なのではないでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。